クロフトサーキットは、イギリスのノースヨークシャーにあるダルトン・ウォンティーズの近くに、ある、モーターレースサーキット。ターマックサーキットは2マイル強長く、飛行場の土地に基づいているが、基本的な飛行場回路から長い間移動している。同サーキットでは、イギリスツーリングカー選手権、イギリスラリークロス、ピックアップトラックレースシリーズなどが開催されている。 クロフトでのレースの最初の記録は1920年代に遡るがクロフトサーキットが重要なモータースポーツ会場になったのは第二次世界大戦後のことだった。第二次世界大戦の初めに RA 海クロフトという名前の飛行場が現在サーキットで占められている場所に建設された。 クロフト飛行場としても知られる RA 海クロフトは主に爆撃機の飛行場として使用されていた。ウェリントン、ランカスター、ホイットリー、スターリング、ハリファックス爆撃機など他にも様々な種類の航空機があった。主に滑走路を失った爆撃機の機関を伴う悪名高い事故が数多く発生。一機の爆撃機がドイツから戻ってきて、 約4マイルアトリーヒルの木に衝突。すべての乗組員の死亡が確認された。木の切り株は1990年代半ばに地主によって削り取られるまでアトリーヒルの負の記念碑として存在していた。クロフトやロドロームにはカナダの419飛行隊を含む多くの飛行隊があり、近くのエリホルム駅は戦時中しばしば空軍兵と地上要員で混雑していた。 クロフトエアロドロームへの行動沿いの縁は爆弾やその他の軍事機器の棚を保管するために使用され当時の地元の子供たちにとって魅力的な場所だった敵対行為の終わりにエアロドロームは RAF によって放棄され格納庫などの主要な建造物のほとんどが取り壊され近くの村でハードコアとして使用されているが軍事時代の建物や建造物が近くの農地に 残っているのを見ることができる。1947年、実業家兼評議員のジョン・ニー・シャムが土地のリースを取得し、ダーリントンとディストリクトエアロクラブを結成。しかし、クラブはわずか5年後に崩壊し、飛行場は使用されなくなった。1940年代後半から1950年代にかけて、ダーリントンディストリクトモータークラブは滑走路と、 周辺道路を利用して様々なレイアウトでモーターレースミーティングを開催し、1962年にブルース・ロプナーと仲間の愛好家が公のオークションで会場の半分を購入し、サイトのトラックを1964年7月に完成させた。1964年8月の最初の会議は3万人から5万人の群衆が集まった。 何年にもわたって、サーキットは多くの有名な名前を主催し、国内及び国際会議を主催してきた。しかし、ブランズハッチ、シルバーストーン、リッテンなどのイングランド南部のサーキットに注目が集まったため、1967年12月に、クロフトはラリークロスの開催を踏み切った。イベントは ITV のワールドオブスポーツによって利用され、ライブで放映された。 ラリークロスはウィンタースポーツとみなされていたがサーキットレースは続いた。1981年までに収益性は低下しサーキットは完全なリサーフェッシングを必要としサーキットレースは終了した。地元の農家であるジョージ・シールドはラリークロスを運営するリースに同意しダーリントンディストリクトモータークラブと協力してこの スポーツのトラックの開発に成功した。クロフトは1987年と1990年の FIA インターナショナルカップイベントと1994年の FIA ヨーロッパラリークロス選手権の英国ラウンドを開催した。ラリークロスの注目を集めてターマックレースを再導入することが決定され、オートバイやカーレースの人気のコースとなった。 1>, 1コーナーと2コーナー複合施設を通過するファブリツィジョバナルディのボックスホールベクトラ。1997年、サーキットは大きな変革を遂げた。サーキットは2.127マイルに延長され、新しいピット、パドックコンプレックス、コントロールタワー、観客エリアが建設された。BTCC とブリティッシュスーパーバイクがすぐに、改修の終えたクロフトで開催され、 ブリティッシュスーパーバイクは2011年までの開催だったが BTCC では現在もクロフトで開催されている。ちなみに BTCC でボックスホールやホンダのワークスドライバーだったジェームス・トンプソンは同コースが得意と語っていた。理由はトンプソンの地元に近く走り込んでいたからだという。初めてトンプソンが BTCC でクロフトにて優勝したのは ホンダアコードで参戦した98年であった。ありがとうございます。